サンジャール・トゥルスノフは、ウズベキスタン・タシュケント出身の同国代表サッカー、選手。ポジションは MF。1986年に、ウズベキスタンのタシュケントで生まれた。地元の FC パフタコール・タシュケントのユース出身だが、国内のプロリーグでプレーをした経験はない。2006年、ロシアセカンド・ディビジョンに所属する FC ・イルティシオ・ムスクへ移籍をした。同年4月23日、 開幕戦の FC ザーリャ・レニンスク・クズネツキー戦でデビューをした。イルティシュでは3シーズンで86試合に出場し13得点を挙げ、2009年、ロシアファーストディビジョンに所属をする FC、ボルガニチニノブゴロドに移籍をした。ボルガではレギュラーとして出場し、2010年シーズンのボルガ昇格に貢献をした。2011年3月14日、 FC トムトムスク戦の後半16分にセルゲイヤシンとの交代でロシアプレミアリーグデビューを果たした。2011年12月31日 FC アラニアウラジカフカスへ3年半の契約で移籍をした。2012年ウズベキスタン年関西優秀サッカー選手賞を受賞した。2013年2月 PFC ロコモティフタシュケントへ移籍した。 2013年7月、FK オレンブルクへ移籍した。2014年2月、FC ボルスクラポルタバへ移籍した。2016年1月、カタールのウムサラル SC へ移籍した。2010年12月25日、バーレーン代表との親善試合で A 代表デビューをした。2011年1月7日から1月29日まで、 行われた AFC アジアカップ2011では途中、出場も合わせて6試合すべてに出場した。2011年11月15日の 2014FIFA ワールドカップアジア3次予選、タジキスタン戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。